はい、皆さんこんにちは。腕時計のある人生 RY です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、久しぶりの企画系の動画、時計のモデルで最強の野球チーム考えてみたというテーマについて話していこうと思います。今日の内容なんですけども、まずはじめに本企画のルール説明をして、続いてメンバーの発表、そしてチーム解説をして最後にまとめというふうになっています。今回のルール説明なんですけども、私はですね、新球団のオーナーとしてスタメン9人と監督1人の合計10人を招集したいと思います。で、年俸はですね、10人で1000万円以内というルールを設けたいと思います。まあ、なのでだいたい1本100万円ぐらいですよね。で、年俸っていうのは正規店での価格というふうに考えていただければいいと思います。で、1チームからですね、1人しか招集ができないというルールです。まあ、なので例えば成功だったら成功から1本しか連れてこれないということですね。成功から2本も3本も連れてこれない、まあ、そういったルールですね。そして最後に球団名はですね、ときめきウォッチーズにしようかなというふうに思っています。まあ、絶妙にね、ダサい名前なんですけども、まあ、我々時計好きはですね、時計にときめいているわけなんですよね。まあ、そんなストレートな名前で行ってみようかなというふうに思っています。ちなみにですね、私はよくサッカー部と間違えられるんですけども、ずっと野球部だったんですよね。小学校3年生から高校3年生までずっと野球部でやってきましたし、大学時代はですね、子供たちに野球を教えるっていうバッティングコーチのバイトをしてたんですよね。まあ、そういった背景があるということで、元野球部ならではの目線でちょっとパワープロ風に紹介していきたいと思います。はい、ということで、時計のモデルで最強の野球チーム考えてみた、ときめきウォッチーズスタメン発表です。1番センター、 IWC パイロットマーク18。まあ、この IWC のマーク18はですね、もう俊速で癖がない、使いやすい万能な選手だと思うんですよね。まさに1番センターとして攻守ともに駆け回ってもらいたいというふうに考えています。2番セカンド、カルティエ・サントス・ドゥ・カルティエ。まあ、サントスはですね、野球を熟知したベテラン選手だと思うんですよね。しかも花があります。まあ、まさに2番セカンドで頭脳と経験を生かしたプレーに期待したいと思いますね。3番ショート、バシュロン・コンスタンタ・オーバーシーズ。攻守の花形である3番ショートにはですね、スター選手を起用したいと思います。まあ、高額年俸なんですけども、やっぱりね、花があって球界屈指の万能プレーヤーだと思うので、まあ、これだけのですね、266万円という高額年俸払うだけの価値がある選手だと思いますね。まあ、3番でショートって言えばですね、もう野球選手なら誰もが憧れるような花形のポジションですよね。4番ファースト、パネライルミノール。勝負強さと長打力が求められる4番打者にはですね、パネライを持ってきたいですね。どっしりとした威圧感とパワーにですね、相手はひるむこと間違いなしだと思いますね。5番キャッチャーオメガシーマスターダイバー300M。 守備の司令塔であるキャッチャーには絶対的に信頼できるオメガをやはり置きたいですね。タフでスタミナがあって精度の高いプレーに期待できますね。そしてダイバーズウォッチ、重量級ということで長打力も期待できます。6番サード、グランド成功 SBGA211。 6番サードには安定感もあるいぶし銀な選手ということでグランド成功です。流れるようなプレー、切れ味鋭い送球に期待ですね。7番ライゼニス、プロのマスターエルプリメロ。パッションあふれる快速選手エル・プリメロをですね、7番ライトで起用したいと思います。一度消えかけたんですけども、復活を遂げた伝説的人気選手なんですよね。きっとファンサービスも豊富なんではないかなと思います。8番レフト、ブライトリングナビタイム。威風堂々、貫禄ある大型選手をレフトに起用です。癖強ですが俊速かつパワーもあるので、攻守に光るプレイヤーだと思いますね。パワーも走れもするという、
そういった選手ですね。9番ピッチャーロレックスエクスプローラー、試合を左右する主役であるピッチャーにはですね、強靭なスタミナを持って精度がある選手ということで、ロレックスエクスプローラーを起用しました。癖がなく安定感が抜群の選手で、しかもですね、ハンサムなので人気も取れる、そういった期待ができる選手かなと思いますね。監督ジャガールフルマスターコントロール、個性豊かなスター軍団を束ねるのはやはりベテランの監督ですね。いつも冷静沈着で百戦錬磨の知性、それがマスターコントロールだと思います。まあ、たまにね変態なんですよね。それがジャガールクルトというキャラクターかなと思いますね。はい、ということで総額の年俸996万5000円、まあいいチームができたなと思いますね。たったの3万5000円しかですね予算を残さない、まあそれぐらいぴったりのチームができたかなと思いますね。はい、ということでいかがだったでしょうか。ときめきウォッチーズスタメン、1番センターマーク18、2番セカンドカルティエ・サントス、3番ショートオーバーシーズ、4番ファーストルミノール、5番キャッチャーシーマスター、6番サードユキシロ、7番ライトエル・プリメロ、8番レフトナビタイマー、9番ピッチャーエクスプローラー、監督マスターコントロールと、こういったラインナップ10人で組んでみました。いかがでしょうか。皆さんの思っていた時計入っていましたかね。このチームどう思うでしょうか。まあですね、外野はですね快速選手を並べていますね。やはりパイロットウォッチ、そしてハイビートのクロノグラフということで、なんとなく足が速そうな感じしませんか。でセンターにはですね、やっぱりこう汎用性の高い万能な選手であるパイロットマーク18を入れて、まあ、クロノグラフの癖が強いですね両選手はレフトとライトということで両脇に収まってもらっています。そして二遊間はですね、やっぱりこう守備の要なんですよね。そしてやっぱりこう華麗なプレーで見せる花のある選手、人気のあるポジションなわけですね。ということで、バシロン・コンスタント・オーバーシーズとカルティエのサントスということで、両選手ともにですね非常にこう万能で花のある選手ですよね。ということで非常にこう守備範囲の広い選手です。まあ鉄壁の守備、そして華麗なボールさばき見せてくれると思いますね。そして一塁と三塁はですね、二遊間に比べると守備範囲というのは比較的狭くなっているので、どちらかというとこう個性のある選手を置きやすいかなと思うんですよね。特にサードなんかはですね、こういぶし銀の光る選手を置いて、一塁側はですね、まあ、的にもなるので、こうずっしりとドンと構えたプレイヤーを置くっていうのが結構定石だと思うんですけども、まあ、そんなところからですねグランド成功とパネライを置いてみました。そして試合をですね組み立てるバッテリーっていうのはもうめちゃくちゃ重要なポジションなわけですよね。ということで、投手とキャッチャー、この2つにはですねロレックスとオメガというね夢のバッテリーですよ。ロレックスとオメガのバッテリー、これめちゃくちゃ熱いと思うんですよね。で両方ともですね非常に精度が高いですよね。まあ、日差が非常に小さいと。そしてどちらもですね10年に一度のオーバーホールでいいっていうですね、まあ、スタミナが非常に豊富な選手なんですよね。まあ、そんなスタミナと安定感のある選手ということで、試合運びがこうテンポよく進むかなということで、このコンビでバッテリーを組んでみました。まあね、ロレックスどれを置いてもいいと思うんですけども、やっぱりねこう汎用性のあるというか、癖のないモデル、そういった意味でエクスプローラーを選んでみました。でキャッチャーはやっぱりこうちょっとね的が大きくてどっしりしてほしいので、オメガの中でもどっしり感のあるシーマスターということで選んでます。でこれね眺めていただけると分かると思うんですけども、やっぱりこのね縦のライン、センターから二遊間、ピッチャー、キャッチャーというこの縦のラインはですね、やっぱりこう使いやすい安定感のある万能選手が並んでいて、こういったレフト、ライト、サード、ファーストというですね両翼、サイドの選手たちはですねこう癖のあるキャラクターの立っている選手が多いと、まあ、そういった配置になってますね。で監督はねやっぱりジャガールクルトにしようというふうに思ってたんですよ。まあ、やっぱりですね世界三大時計ブランドにムーブメントを供給していたっていう、そういったこう縁の下の力持ち的な頭脳感あふれるキャラクターだと思うんですよ。
あのジャガールクルトって頭が良さそうですよね、理知的なというか。でジャガールクルトといえばレベルソが真っ先に思い浮かぶと思うんですけども、まあね、レベルソはね、なんかこう二面性があるというか、表裏ありそうだなと思ったんですよね。あとちょっとね、奇才すぎるなと思いました。一方でマスターコントロールはですね、出荷されるまでに1000時間のコントロール、まあ、まさにですね、時計界の千本ノックを受けてきた、そういった徹底された品質管理っていうのがですね、魅力的なので、まあ、品質管理、つまり選手たちのマネジメント、まあ、そういった意味において、マスターコントロールっていうのはですね、その名前の通りマスターコントロール、選手たちをよくコントロールしてくれるんではないかなということで、マスターコントロールを選んでみました。どうだったですかね、今回の企画。まあ、私ですね、久しぶりにこういった企画をやってみて、やっぱりね、楽しかったですね。あの妄想が膨らみ膨らんで、あのかなり選手起用悩みましたし、1000万円っていうね、ルール枠内に収めるのも非常に苦労しました。こっちの選手入れたいけど、こっちが入れるすぎると年俸が高くなってしまってチームが破綻してしまうということで、こううまくね、価格と選手の能力を考えたですね、まあ、バランスのいいチームに仕上がったんではないかなというふうに思いました。うん、楽しかったですね。もしね、今日の内容が面白かったというコメントがあったらですね、また別の、例えばサッカーチームでやってみるとかですね、なんかこうやってみたいなというふうに思いますね。はい、皆さんもぜひ考えてみてやってみてください。あのいろんな人の見てみたいですね。皆さんのあのスタメンなんかあったらコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。もし今日の内容が面白かった、役に立ったという方はぜひ高評価、チャンネル登録していただけたら嬉しいですので、よろしくお願いします。それではまた、ありがとうございました。